はい、皆様こんにちは、こんばんは、てるてる百貨店てるカイザーでーす。はい、ね、今日はね、開封レビューになります。何買ってきたかというとね、こちらね、宝島社のモノマックスになりますね。宝島社さんでモノマックスで12月号になりますね。なんでこれ買ってきたかというとね、最近ね、急に寒くなってきちゃってね、なんかね、手軽なもんないかなと思いましてね、買ってきてね、まあ、早速家族の人がね、これ動画撮ったらね、ちょうだいねって言われちゃったんで、まあ、あげちゃいますけど、何かというと、LL ビーンのね、ビッグブランケット、こちらがね、入ってるという感じなので、まあ、本当にね、まあ、使えるもんかどうかと言ったところをね、まあ、開封レビューなんでね、まあ、厳しくね、良かれ悪かれレビューしていきたいと思えればと思っております。はい。まあ、ちなみにね、最近ね、この動画のね、コメントでね、この目の前ガンプラどんぐらいですかって言われたんでね、ちょっとね、お届けするとね、はい、こんな感じで、ここだけだと思うでしょう。実は、上にもいっぱいあります。で、入りきらないんでね、横の棚にもいっぱいあります。はい、まあ、こんな感じでね、余談でしたけどね、まあ、ガンプラたくさん持ってますと言った、ね、ちょっとご紹介です。これまたね、いつかね、一回また増えてるんでね、紹介しますけど、ガンプラね、350ぐらいあるのかな。ね。で、私ね、これ、すぐみって感じでね、やっているんでね、まあ、いずれ紹介できればと思っております。はい、脱線しましたがね、はい、今日はね、こちらね、モノマックスの、じゃあ、LLBのね、ビッグブランケット紹介していきましょうかね。サイズはね、こちらにね、60の90センチサイズになってます。これ男性のモデルだと思うんですけどね。ね、腰のところから膝のね、下ぐらいまで、ね、かけてあるので、ね、どういうものなのかね、ちょっと、見ていければなと。で、ここにね、タグがあるんですけどね、この内ポケットみたいなやつにね、まあ、大体折りたたんでね、くるっと入れてね、ちっちゃくなりますと、ここに書いてありますね。はい、こんな感じ、ちっちゃくなりますって感じなので、例えばね、これからなんかね、まあ、クリスマスとかね、クリスマスイブのイベントがあると思うんですけどね、なんかお出かけの時にね、カメトさんとね、出かける時に、カバンにちょっと入れといてね、なんか夜のレストランとかでね、簡単にね、パッと出してね、膝掛けしてあげるのもね、男性の方はいいんじゃないかなと思います。女性の方もね、気になるようだったらね、これ、買ってね、普段持ち歩いてもらってもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、急激に増えてきました、冷えてきましたからね。で、モノマックス自体はね、本革の財布とかね、家電グランプリがあります。何が言いたいかというと、これからね、クリスマスがあります。クリスマスのプレゼントね、ね、まあ、男性女性の方ね、困っているんだったらね、この家電グランプリね、こういうのもいいんじゃないかなと思いますね。まあね、男性から女性のプレゼントでもね、最近は女性の方もね、まあいろいろね、家電とかね、そういうのもね、まあ当然ね、ブランドのね、ブランド品のまあカバンとかね、洋服とかもいいと思うんですけど、まあたまにはね、家電なんかね、こういうのもね、まあプレゼントするのもいいんじゃないかなと思いますね。結構家の中のね、クリーナーとかね、そういうのもありますからね。はい、じゃあまあこれは置いといてと、はい、ブランケット見ていきたいと思います。ブランケットね、こんな感じでね、結構大きいね、箱に入っております。これモノマックスの雑誌とね、比較なんですけど、こんな感じでね、雑誌とね、同じ大きさの、箱に入っております。で、分厚さも結構ありますね。はい、だからこれね、本当はね、ちっちゃく折りたためるはずなんですけど、なんでこんな箱でっかいんだろうっていうのをね、見ていければと思っております。はい、こんな感じで開けます。でね、いつもの通りね、はい、こちらカッター切ってね、これカッター切るときはね、手気をつけてくださいと、ちょっと開けるね、まだ開ける段階だから下向きましょうね。はい。うん、ここね、はい。はい。でね、横も、こんな感じでね。パスパスと。こうやって気をつけてくださいね。これからね、年末年始でね、せっかく楽しいクリスマスがね、近づいてるのに手気がしちゃったからね。しょうがないんでね。はい。じゃあ開けましたんでね、ちょっとなんでこんなでっかいのかを見たいと思います。はい。こんな感じになっております。
なんか結構ね、でっかいですね。これ本当はちっちゃくなんのかなって感じですね。はい。箱に入ってる時点で、このモノマックスとね、同じサイズになっておりますね。はい。で、しかもね、見てください、このふかふかさ。かなりね、ふかふかしちゃってますね、これ。はい。こんな感じのね、大きいね、大変大きなものになっております。ちょっとここじゃね、取りきれないんでね、ちょっと移動したいと思います。はい、それではね、ちょっと移動してきましたんで、こちらでね、お届けできればと思っております。箱から出したらね、このサイズ感です。で結構ね、分厚さもありましてね、ちょっと広げちゃいますね。はい、こんな感じでね、結構な大きさです。私が手に持っててもね、大きいんでね、はい、十分ね、私の大きい体でもね、肩にかけれるぐらいの大きさになっております。はい、この大きさになっております。で、裏面がね、こんな感じで何もないやつですね。で、素材自体はね、非常にこのフリースの素材でね、非常にあったかい素材になっております。はい、こんな感じでね。で、ちょっとね、ここまででかくなっちゃうとね、これほんとちっちゃくなるのかって感じでね、ここにね、ポケットがあります。これね、ペロンペロンっていうポケットじゃなくて、ここのね、フリース自体にくっついてる、フリースじゃなくてね、膝掛け自体にくっついてるポケットなんで、これね、いいポイントですね。これがね、なんかこうペラ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 しちゃうとね、邪魔なんだけど、これがここにくっついてるんで、ね、これね、いいと思います。じゃあこれね、私初見なんでね、これね、パッと見でね、やっていきましょうか。ね。多分ですけど、この盤面はね、そのまま上に向ける感じですね。はい。多分ここの折り目ね、折り目に合わせて折っていく感じだと思います。はい、それではね、これ折りたたんでいきたいと思います。これね、理解するのにね、非常に難しかったです。一回ね、あれれってところからね、いきなり、カメラ飛ばしたのはね、ちょっと一回ね、検証しました。で、やり方としてはね、さっきと同じね、ここまでは一緒です。あ、ちなみにここにね、LL ビンってね、ロゴがついてます。こんな感じで、まず折りたたみます。で、これもね、だいたいこんぐらいまでね、折っちゃっていいのかな。ね。で、この上は残しときます。で、こっからですね、じゃあね、もう一回やりますけど、はい。これね、非常に難しかった。ね、こんな感じでね、なってます。これをね、まずこう持って、こう畳みますと。裏にしてね、畳んでます。ね。で、この状態にしてあります。で、裏はね、こんな状態ね。で、ここね、まずこのラインでね、一回折ります。はい。で、一回折るのにね、まあ、二回ぐらい折っといた方がいいかもしれないですね。はい、こんな感じで折ります。で、どうするかっていうとね、これね、ここに入れるんじゃなくて、ペロッと裏返します。やります。いきますよ。ここね、こんな感じで、畳んであります。まあ、このやり方が正しいのかどうかね、わかんないけど、一旦僕はこのやり方にします。はい。で、これね、こう。ほんとね、どう説明していいのかなっていうとね、まずここまで折りましたよね。ここ。ここのところを、手で持って、こっから、これね、くるんとね、こう、畳んじゃう。で、親指を押す、ここ。そうするとね、これが出てくるんですよ。で、同じように、今度こっち側ね、こっち側もくるんとやっちゃう。で、親指で押す。そうすると、こんな感じでね、裏に入ります。ここまででね、もう非常に簡単。で、これ上に持ち上げていくと、ね。で、今度この上の部分がね、ちょっとくちゃくちゃってなってきちゃったんだけど、上の部分をね、この中に押し込んじゃう。で、そしたら今度ここのね、黒い部分も、くるんとね、裏返しちゃうんですよ。こんな感じで。はい。そうすると、ちょっとね、手を入れて、この四隅をね、揃える。こちらも四隅を、入れて揃える。はい。そうするとこんな感じになります。先ほどね、非常にでかかったんですけどね。まあ、こっちに雑誌置いてありますけど、はい。雑誌と同じぐらいのサイズまでね、ちっちゃくなりますという感じですね。こんな感じでちっちゃくなって、これね、12インチぐらいのね、ノート PC と同じぐらいの、サイズ感、分厚さになりますね。
はい、こんな感じで、ちっちゃくなります。じゃあこれで一回ね、サムネにしたいんで、こんな感じ。4はこことここ、こことここをポイントにくるんと裏返せば、ね、そっくりがあるわけですよっていうね、それだけの話です。まあこれね、あの開封してて、あの広げてみればわかるんですけど、ここね、ここポイントで見ててください。これを押すとね、ほらこんな感じで、ここもここね、親指を折ってて押すで、こうなるから、これをピロンと裏返すと、そうするとこれが出てくるんです。上がで、下も同じようにここをね、親指で、ね、持つようなイメージで、裏返す。ここも親指で持つような感じで、これを裏返す。そうするとこれが、ね、裏と表が、くるっとなって、それで出てくるといった感じのね。はい、まあ、こんな感じです。これ一回やったらね、もうね、あの皆さんできると思いますね。折りたたんで、折りたたんで、まあ、ここがね、まあ2つぐらいね、折りたたんでね、まあ、こんぐらいにしとくのがポイントですよ。で、こことここね、ここを支点にね、こう裏返せばね、押し込んでいけば、こう自然的にね、はいはい、こんな感じで裏返しますと。で、上の部分もね、同じように、はい、裏返せばね、はい、まあ、ちょっとね、今簡単に刺さってやったからね、分厚くなっちゃったんですけど、で、あとはね、こういうふうにピピッとね、手を入れれば、はい、こんな感じでね、LL瓶のね、はい、こっちが上ですかね、タグがあるからね、はい、こんな感じで、ちっちゃくなりますといった感じになります。これ収納の時もね、綺麗に折りたたんで収納ねしやすいと思いますし、持ち歩く時もね、もうちょっとね、あの綺麗にね、あそこ私2つ折りにしちゃったんですけど、まあ、1つ折りにしてうまい具合にね、くるっとすればね、これもうちょっと薄くなると思いますんでね、いいんじゃないかなと思っております。はい、以上となります。じゃあこれ最後にね、エンディングなので、広げましょうかね。ほら、こんな感じ。はい、以上となります。こっちが表ですかね、ここにあるからね、タグがこっちかな。はい、こんな感じでね、いろいろね、開封レビューしておりますので、よろしければね、チャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければね、高評価お願いします。こんな感じでね、開封レビューしつつ、こういったね、あのなんかこう折りたたむねやつとかね、ちょっ と途中で動画ね止めてね、研究して、お知らせしましたけど、分かってしまえば簡単なんですけどね、ちょっと分からん、難しいなって方の向けにね、こちら紹介してますんでね、よろしければ、参考動画にしていただければと思っております。はい、以上となります。今日はね、ご視聴ありがとうございました。こんな感じでいろいろな台風レビューやっておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければね、高評価お願いします。まあ、これに限らずね、まあ、男性誌女性誌関係なくね、いろいろ台風レビューやっておりますので、よろしければね、引き続きご視聴いただければと思っております。以上となります。てるてる百貨店てるカイダーでした。バイバイ。